さくら。ん？何？ランちゃん。最近つばきどうしたの？どうしたのって？なんだか最近つばきやけに機嫌が良くない？何かいいことあった？さあ。変に素直だし、まあいいことかもしれないけどね。そうだね。確かにつばきちゃんは前よりも楽しそうな顔をしてる。私もつばきちゃんが笑ってる顔は好きだよ。でも。どうしたの、さくら。日曜日に学校に呼び出して。まあ、時間はいくらでもあるから。さくらと日曜日に屋上で会うのも、別にいいけどね。つばきちゃん。何、さくら。やっぱり、このままじゃダメだよ。ダメって、何が？わかってるでしょ？このまま同じ一週間を永遠に繰り返す世界がいいだなんて、間違ってるよ。え？つばきちゃん？さくらは、私を拒絶するの？拒絶だなんて。拒絶してるよ！私はさくらとなら、こんなわけのわからない世界でも楽しく過ごせるんだと思ったんだよ。だけど、さくらは違うの。私を否定するの。拒絶するの。つばきちゃん、でも同じ時間を過ごしても、ずっと高校生のままなんだよ。え？元の世界に戻れば時が進んじゃうんだよ。高校を卒業して、大学を卒業して、社会人になって、非常に時が進んでいく。さくらはいいの？今の日々がなくなっても、私は。つばきちゃん、大丈夫だよ。つばきちゃん、さくら、もちろん今の時間がなくなっちゃうのは寂しさはあると思うよ。それでも私は、つばきちゃんと一緒に、その先の未来を進みたいよ。さくら、それって。つまりね、ランちゃんと三人一緒だったら、大人になっても楽しいと思うんだ。つばきちゃん？ありがとう、さくら。さくらの言葉を聞いたら、さっきまでの不安がなくなったよ。それはよかったよ。だからつばきちゃん、強く願って未来に進みたいって。ええ、願うわ。その代わり、私のお願いを聞いてくれる？朝か。おはよう、さくら。今のところはループしている月曜じゃないみたいね。そうだね。朝起きてつばきちゃんの顔を見たとき、私嬉しかったもん。一緒に月曜日を迎えてって言ったときのつばきちゃん、すごく可愛かったもん。忘れてよね。今思い返したらすごく恥ずかしいから。そんなことよりも、本当に違う月曜を迎えたのか、ちゃんと確かめないと。そうだね。おはよう、二人とも。さっき先生に聞いたら、今日の体育はバスケだって。楽しみだね。そうなんだ。どうしたの？いいえ、なんでもないわ。さくらも珍しく体育が楽しみみたいだね。え、違うよ、楽しみじゃないからね。
く疲れたよ。ランちゃん、私にばっかりボール渡して。さくらがやる気満々だって。ランが勘違いしていたからね。そうじゃないのに。お疲れ。でも無事に元の時間に戻ってこれてよかったよ。そうね。ちょっと二人とも、こんなところにいたの？あ、ランちゃん。どうしたのよ。どうしたのじゃないでしょ。次の授業移動だから、ゆっくりしていると遅刻するよ。あ、そうだった。のんびりしていると遅れるよ。わかってるわよ。つばきちゃん。え？大丈夫だよ、つばきちゃん。これからどんな未来になるかわからないし、大変なこともあるかもしれない。でも、これからも私はつばきちゃんと一緒だから。そうね、さくら。